どうもゴリオコーヒーです、今回の動画は毎月恒例の収支報告、2020年5月の収支報告をやっていきたいと思います。で収支報告の動画なんですけど、まあ、オープン以来ずっとブログでやってたんですが、 YouTube で、3月分4月分ってあげまして、意外なことに、反響をたくさんいただいております。この間メールで参考になりましたっていうお礼のメールが来ましてびっくりしたんですけれども、まあ参考にはなると思うんですよ。実際コーヒー屋さんをやるとどのぐらいの売り上げができて収入がどのぐらいあってとかっていうのは、まあ、何やかんやデータないので、本とかそういうのを見ても、まあ、肝心なところはぼかしてるのばっかりなんで、うち全くぼかしてないというちょっと奇抜な、収支報告になりますので、ぜひこれからコーヒー屋さんを始めたい人とかいらっしゃいましたら参考にしていただけると嬉しいです。なんかこれいずれあれですね、書籍化とかできたらすごい楽しいなと思ってるんですけれども、なんかそういうのありましたら、ご依頼ください。全然やります。ただあれです、いつも言ってますけど、基本的にはちゃんとお給料をもらえてるお仕事をされてる方は、コーヒー屋さんとか飲食はやらないというのがベストの選択だと思ってますので、めちゃくちゃコーヒーが好きで自分で本当に美味しいコーヒーを焙煎して人に届けたいとか、そういうしっかりとした意思があるなら、止めないんですけど、カフェを作りたい、カフェをやってみたいとか、そういう場所を作りたいとか、なんだろう、ぼんやりした動機だったら本当にやらないことをお勧めします。めっちゃ大変です。大変だし、お客さんそんな来ませんから、多分やらないことをお勧めします。がやりたいと思う人はぜひ参考にしていただければと思いますので、というわけで今回5月の収支報告に入っていきます。ざっと数字だけ、売上高が438,962円、こちらですね。で、今月は雑収入っていうのがあるんですけど、これは国の方でやっていた持続化給付金100万円と、あと栃木県の感染拡大防止協力金が20万円、あと2万円っていうのがあるんですけど、これはちょっと、言っていいのかどうかわかんないんであれですけど、まあご厚意ですね。で2万円っていうのがあります。で、売上前年比、これ雑収入を含まず計算したんですけれども、67.5% ですから 30% ちょい去年より悪い数字です。で、仕入れの合計が11万238円、原価率が 24% で、経費が238,105円で、売上から仕入れと経費を差し引いた、営業利益、こちらが96,190円、これも雑収入は含んでません。で、こちらには書いてないんですけど、営業日数は27日あったので、1日あたりの売上高が16,257円です。まあ、1日あたりの売上高、一応2万円っていうのを最低の目標にしてるんで、まあ、やっぱり5月もそれには届きませんでしたね。まあ、しょうがないです。緊急事態宣言、こちらは5月25日に解除されました。だからまあ丸1ヶ月、あんま外出しちゃダメですよっていう感じの雰囲気ではあったので、まあ、うちもテイクアウト営業だけでしたから、まあその割には4月よりも売り上げはちょこっと伸びてるし、ブログの方には日別の売上高っていうのを、毎日の売上とあと経費っていうのを載せてるんですけど、そっちを見ていただくと分かるんですが、まあ、そこまで全く売れない日っていうのはなかったので、だいたい平日でも1万円弱ぐらいは売れてて、こういう状況下であれば、うちみたいな単価の低い商売っていうことを考えると、まあ、非常にお客さんには来ていただけてたからありがたいなとは思っています、はい、とはいえ営業利益9万円なんで、やっぱ一桁台は辛いですね。ただ5月は4月の収支報告でももうフライングで言っちゃったんですけど、焙煎機がですね故障しまして、
修理をしています。でその修理費用が7万だか8万だかかかっているので、うん、それは当然あの経費に入れているので、それがなければまあ緊急事態宣言出てる中としては、まあ、8万単純に営業利益に出すと17万なんで、まあ最悪の中ではそんなに悲観するほどのことではない数字だったのかなとは思っています。まあ飲食店とかどこもやっぱり大変っていう話はよく聞くので、そんな中ではやっぱりコーヒーっていう飲み物は、皆さんの憩いというかくつろぎというか、そういう気持ちをちょっとでも明るくさせる役割を持ってるだなっていうのは、あのお客様とお話をしたりとかしてて本当に思いました。はい、のでそういう意味でもあのお店やっててよかったなとは珍しく思っています。はい、でそうですね、そうそう、緊急事態宣言って5月25日の月曜日に解除されたんですけど、解除されること自体は何日か前からもう報道とかで、明らかになっていたんで、実はですね23日の土曜日、24日の日曜日ってめちゃくちゃお客さんいらっしゃいました。やっぱりみんなあの外出たかったんだなってのをすごく感じるぐらい賑やかで、賑やかすぎて若干怖かったですね。まあテイクアウト営業だけだったんで、そんなに店内が大混雑とかそういうのはなかったんですけれども、久々のにぎわいを感じることができてよかったです。で5月末から6月にかけてはもう6月に入ってからも週末は、普段の売り上げを取り戻しつつあります。だいたいうち週末3万円ぐらい売れてくれれば、まあ、結構混んだな、賑やかだったなって感じなんですけど、まあ、だいたい3万円のラインはクリアしてるんで土日、だいぶ戻ってきたなと思います。ただあの観光客の方が戻ってきたとかそういう話ではないので、近隣の方、あとは多分まあ栃木県内の方が近場で行けるところに行ってみようかって方が多いんじゃないかなっていう感じはしてます。まあ当たり前ですがバス観光とかは全然戻ってきてないので、これがいつ戻ってきてもっと賑やかな観光地らしい雰囲気になるのかなっていうのはまだ正直全然わかんないですね。でイベント関係も全部中止になってますし、今年はそんなに大きいイベントをやれないし、多分やんない方がいろんな意味でいいんじゃないかなという気はしているので、その辺の臨時収入が全くないことを考えると、まあ、人が戻ってきたとはいえまだまだ売上というか経営的には安心できるところではないのかなと思うので、まあ、持続化給付金とかで大きな金額ドーンといただいているので、まあ、これをうまく使って、もしくは極力手をつけないでやれることをやる、そして新しいことに手をつけて収入の、窓口を増やしていけたらなと思っています。まあ、今年はそういうなんかあんまり外からは見えない活動がメインになっちゃうのかなっていう気はしてます。なんでまあ、僕もやっててもあんま楽しくないところもあるんですけど、お店を維持していくために着実に売上を増やしていきたいなとは考えています。で、まあ、状況的には4月とそんなに変わらないんでそんなに取り立てて言うことないんですけど、5月ちょっと特別なことを一つ挙げるとしたら、 YouTube を始めたのが5月ですね。もう結構動画本数20まではいかないのかな、でも20本近く上げたと思うんですけど、1週間に1本か2本ぐらいのペースでは上げてます。でこれはあのやっぱり緊急事態宣言出てて暇だったからできたことで、実はチャンネル自体は2年前ぐらいに作ってたんですけど、全然暇がなくてやれなかったので、まあ今回暇な間に動画の撮影編集あとアップっていうのを流れはつかめたので、ある程度忙しくなってももう自分の業務の中に組み込むことができるなっていうのは分かったので、まあ、コンスタントに上げていきたいと思います。
でおかげさまであのチャンネル登録者数は本当にじわじわ増えてまして、今ようやく200人を超えました。で、まあ、ぶっちゃけた話を言えば YouTube で収益を出すにはチャンネル登録者数は、まあ、とりあえず1000人必要なんですね。ただまあそんなに急いでガッと増やすっていうのは僕のやり方ではないので、まあ、着実に見てもらえるような動画、皆さんが興味のあるような動画を上げて、まあ、年内2000人ぐらいいけばいいかなと思ってます。一応軸としてはコーヒーの話題がまず一つなんですけど、コーヒー以外の話題っていうのも栃木市についての話題っていうのは上げていきたいなと思ってます。で、まあ、今上げたやつだとサップですよね。サップの動画なんかがその一つです。であと栃木市内の結構面白い人とか、そういう人とかの紹介っていうのもしていきたいなと思ってます。今いくつか考えてはいるんですけども、まあ、自分の身の回りで紹介していきたい人とか、はい、そういう人の活動とかも紹介できる動画っていうのを上げていく、そんなことができるチャンネルにしていきたいなと思っています。まあ、なんか将来的にはコーヒー全然関係なくなりそうな予感もしてますけれども、まあ、それはそれで面白いのかなと思っているので、ぜひご覧いただければと思います。であとなんで YouTube やってるかっていうのは、そういうのを紹介したいっていうのもあるんですけど、やっぱ収益の、一つの窓口にしたい、頭まではいかないと思うんですけど、収益が入ってくる一つの窓口にしたいっていうのが大きいです。で、うちはコーヒー屋さんとしては割とウェブの活動というか、ウェブサイトの内容とか、あと SNS は充実してる方だと思うんですね。で、特にウェブサイト、ブログに関しては、SEO も対策しっかりとってますし、内容も定期的に更新するようにしてるんで、自分が理想としている検索の、上位には来るようになってます。なのでそこから入ってくるお客さんって非常に多いんですけれども、そこに動画を組み合わせると、その動画 YouTube のサイトと、ウェブサイトが非常に連動、親和性が高いっていうのは前から感じてまして、そこの動線を作りたかったんですね。で、実際まだ YouTube 自体は全然収益化できてないんですけれども、ブログの方でやってるバナー広告とか、そっちの方っていうのが YouTube を始めてから伸びてるんですよ。まあ、ビビたる金額なんですけれども、本当に月1000円とかそういうレベルの話でしかないんですが、それでも今までよりは本当にガッて伸びたんで、下手したら倍ぐらい、1日のそのバナーでの広告収入が倍ぐらいにはなっているので、うまくやっぱり活用していけば、もうちょっと大きな収入源としては期待できるのかなと思っています。で、ゆくゆくは、まあ、YouTube でも、まあ、ちょっとした収益ができれば営業の足しにはなるので、まあ、本当に飲食店っていうのは営業スタイル変えないと、もしかしたら生き残れない時代がやってきちゃったのかなっていう気はしていて、コロナの影響でお客さんはもう確実に減ります。実際にお店に来てくれるお客さんっていうのは減らざるを得ない、減ってもしょうがないと思うんですよ。ただそこで何もしないと、結局減るだけなので、お店に来てくれるお客さんを増やす努力は積極的にしなきゃいけない。これは当たり前なんですね。今まで以上にしなきゃいけない。じゃあその窓口が何かっていうと、やっぱり広告なんですよね。それはお金をかけた有料の広告でも全然いいと思うんですけど、その体力がなければやっぱり自分自身でウェブサイトを作って内容を充実させて見てもらう、あとは SNS、まあ、SNS は新規のお客さんを入れるっていう意味ではそんなに、重要性は高くないとは僕は思ってるんですけれども、まあ、すでに見てくれてるお客さん、来てくれてるお客さんにとっては情報発信するためには SNS が最適なのは間違いないので、それを充実、内容を充実させる、あと更新を怠らない。で、あともう一個がやっぱりもっと広く自分のお店を知ってくれる人を増やす。それが今やれることでは一番 YouTube が
流行なのではないかと思います。エリアも広いですし、栃木市、栃木県、関東、全国、世界っていう風に広げる意味では YouTube が一番面白いなと思ってます。で、そうですね、 YouTube って結構ウェブサイトとの親和性はやっぱ高い。撮った動画をそのままコードを落とし込んでブログの方でも見れるようにする、でブログから YouTube に引っ張る、でチャンネル登録者数を増やす、で逆にウェブサイトのアクセス数を増やすことでバナー広告のクリックする確率を増やしていくっていう、まあ地道な作業なんですけど、まあウェブサイトのバナー広告も始めた頃よく言われたんですけど、そんな儲かんないでしょって言われたんですけど、言われるんですけど、それ儲かるわけがないんですよ。これは本当に何年も持続してやらないと効果が目に見えてこない作業なんで、まあ YouTube も本当に何年間か続けることで、たくさんの動画を上げることで効果がようやくじわじわ見えてくるっていうツールだと思っていますので、まあ末永くやっていきたいなと思います。まあそんなとこですかね。5月も4月とはあんま変わんないんで、そんなに言うことはないです。ただまあ若干良くなってきたんで、まあ6月もこれよりはいい数字出てます。本来梅雨のシーズンってそんな忙しくないというか、どっちかというと暇なんですけど、6月は1年で一番暇な月なんですが、まあまあその中ではいい方の数字売り上げできてたので、まあそんなには今のところは心配してないです。なのでまあやれるうちに、やれること、普段やってること以上のことをやって、お客さんの数を増やす努力はしていきたいなとは思っています。まあそんな感じですね。はい、また6月の報告に関しては7月末、8月上旬ぐらいにやりたいと思いますので、またそちらをお楽しみにしてください。というわけで、2020年5月の収支報告、以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。